でこれタイヤ1つ、1400キロ、1.4トンほど、あるものになります。でこれから、1台車ずつ、1車両に台車は2台車ありますので、1台車ずつ組み立てていきます。今乗せているのが、軸バネ、バネですね。バネ、すごく大きなバネになっています。これで振動灯を、カバーで貼っていく装置になります。これから、実際に台枠の方を下ろして、被せていきます。で被せる
たい、まあ、いろいろ部品等が遅れる場合がありますので、作業者の方で、その辺を見ながら、ゆっくりとカーブさせていきます。
今実際実演を行っている、台車枠なんですけれども、こちらの方塗装されてすごく、綺麗になってます。ただ、こちらの工場に入場してくる際なんですけれども、皆様の、先の方にある、茶色っぽい台車、留置してあると思います。入場してきた際は、このぐらい、台車の方汚れてますので、洗浄とあと解体して部品ごとの清掃を行って、このような綺麗な状態でまたこちらの工場から出場させていくようになってます。現在作業を行っている、場所では、台枠の、取り付けと、あとモーターの取り付けと行いましたら、次は、こちらの台車、前の方に流れていきます。で、前の方の作業場なんですけども、3箇所、左右と真ん中ピッと下がるようになってまして、台車枠の、下にあるボルト類の、締結を行っていくようになります。この台車、すごく全体でモーターも取り付けますと6トン、近くなります。ですごく重いんですけれども、人間の力でも、押して動かすことは可能になります。次はこちらの前の、